7大会連続ワールドカップ出場を決めた代表ウィークが終わり、 J1 リーグが再開、共にここまで勝ち点5のオリジナル10対決。2014年ガンバ大阪で3冠を達成した監督ヘッドコーチの指定対決とともに、標榜するサッカースタイルの手応えをつかみたい一戦です。さてガンバ大阪のフォーメーションをご覧いただきましょう。まあ、4-4-2 を予想していますが、梶さん、3バックの可能性も十分にありますんでね。まあ、十分にありますね、はい、名古屋グランパス今日のフォーメーションです。まあ、こちらは4-2-3-1ということでね。まあそうですね、はい、まあ、名古屋はね、嫌なとこついてきますよね。酒井狙っていたのは、うん、シュート、わずかに左です。今度は酒井から先頭でした。オフサイドなかったですね。26分という時間帯、山見が蹴ります。山見が入れてきてファーへヘディング、その後ろからシュート、先制ゴール。最後は庄司ですかね。庄司選手ですね、いやー、ここ山見選手からのボール、まあ一旦弾かれるんですけども、ここよく詰めてましたよね。なんと庄司のゴールです。あ、このこぼれ球よく反応して抑えの効いた、少しね相手に当たっての変化はありましたけど、情報が入りまして、庄司はパトリックのゴールだったんですね。倉田が入れます。山見落としたが、うん、ボールを持った斉藤、斉藤美月開く、倉田面白いヘディング、パトリック、ラッグラックスーパーセーブ。2点目はならず、ランゲラック素晴らしいですね、まあ、ここで倉津選手サイドが進入してクロスも最高でしたけどもね、はい、ニアへ、うん、庄司ニアでフリックをしました。サイドネットでした。マテウスのインスイングだ、うん、うお狙ってきた、これは狙いましたね。いや、これ狙いましたね、一森もよく対応しました。いや、これよく触りましたし、このキックあるんですよね。前半のうちに追いつけるか、宮で動いて稲垣がやるゴール前、体を寄せました。酒井もうワンプッシュというところで、一森体を寄せましたが、ちょっと接触があったか。倉田もう一度お乗せ山見、さあ厚みを増したクロスボール、受けていた、オウンゴールになってしまいました。坂の形です。2対0になりました。まあ、石毛は岡山で一森と一緒にプレーを、ね、してますから、はい、パトリック、うん、視野を抜けるか、パトリックシュート、ポストのわずかに左、視野に寄せられて我慢して打ちましたが、パトリック、山見が動き出しています。その山見へ戻るマテウス、後ろからフォローに行った黒川が取った、黒川右足、シュート、黒川の右足、3対0、黒川 J1 初ゴール、貴重な3点目、右足で決めました。左利きの黒川、左サイドバックの黒川、右足で決めたゴールです。ランゲラックから取りました。
まあ、これ右のパトリック選手から左に流したボールをそのまま黒川選手が奪って右足でシュートですよね。ここ山見選手がオーバーラップしたことで少しディフェンダー引きつられましたね。クロス柿谷、柿谷のヘディングシュート、セレッソのアカデミー後輩の一森が取りました。庄司、ここを狙っていた、先頭、1点返しました。狙っていました、先頭。いや、よく狙ってましたね、はい、3対1です。さあ、これが後方になるか、名古屋グランパス。いや、ここの狙いも良かったですし、最後のシュートも落ち着いてましたよね。ここはちょっと中世ジョンの隙をうまくつきましたし、まあまあ、こういうところを求めているところですよね。いや、そうですね。後ろ番斜めに入れる阿部、阿部、うん、これも返します。三浦のプレー、ベリントンシューバー、セカンド拾う藤井です。ここまで上がってきました。藤井狙ってきた、いい一森、藤井もいいシュートでしたが、一森大きなセーブです。先ほどから一森の集中力素晴らしいですね。いや、そうですね。ここで長い笛、3対1、ガンバ大阪、2022年カナダ大阪監督でのホーム初勝利。そして J1 デビュー、一森がいい仕事をしての勝ち点3です。